都市明野町に今年2月竣工した株式会社村上農園のスーパースプラウトファクトリー。完全人工光型植物工場としては国内最大規模で、中央制御システムを導入した世界最先端の植物工場だ。わあ、美術館みたいな建物ですね。おしゃれでかっこいい。うわー素敵、ホテルのロビーみたい。これですよ、これ。ブロッコリースーパースプラウト、美味しいですよね。よくスーパーで見かけます。スプラウトというのが植物の新芽のことなんですけども、ブロッコリーのスプラウト、つまりブロッコリーの新芽になります。でもどうして新芽の状態で販売してるんですか？体にいいとされているスルフォラファンを通常のブロッコリーの約20倍以上含まれております。今健康志向が高まっているのでとても人気があります。これは、苗を洗浄している装置になります。水をもうたっぷりと使って行われてるんですね。はい、私たちがこの北斗市を選ばせていただいたのは、首都圏へのアクセスの良さと、あとは八ヶ岳の綺麗で豊富な水があるからなんです。こちらが栽培エリアになります。すごい、なんで近未来的な空間なの。すごいですね。なんか SF 映画の中に入り込んだ感じがします。まさかのこの機械の中で。完全に人工光のみで緑化を行っております。コントロールルームで室温でしたり水量というものを全て一元管理を行っております。収穫作業をやってみますか？いいですか？嬉しいです、ぜひ。先端部分で軽く刺してこちらに出していきます。わー、はい、柔らかい。あまり力加えなくても全然いいですね。そうですね、うん、こちらブロッコリースーパースプラウトのサンドイッチになります。おいしそう、ぎっしりですね。うん、わー、シャキシャキだ。みずみずしくてすっごくおいしい。県からのお知らせです。感染の拡大を防ぐために人との間隔はできるだけ空ける。マスクの着用、手洗いの徹底、3つの基本を習慣にしてください。新型コロナウイルス感染症に関する情報は県のホームページをご覧ください。